おはようございます。こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで、今日も元気にサカつくやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて、本日何の話をしていくかと言いますと、リミテッッッドマッチ男梅カップ結果報告させていいいたただきたいと思います今回ですね、私、フリーディビジョンベスト16での敗退となりました。 いや悔しいねとは思いつつあれあれお前なんでフリーディビジョンにいるのっていうねあの皆さんもいらっしゃるんじゃないかなと思っておりますあの私もですね完全にリミテッドディビジョンに、えー、エントリーしたつもりだったんですが最終予選のね30試合目で気づいたんですよね30試合目35試合目ぐらいであれなんか敵の総合値55万あるんだけどみたいな,なんかそれまでですねちょっとお恥ずかしながら YouTube でサッカーのハイライトを見ながらね最終予選してたんですよ でもうほぼほぼなんかもう画面なんて見ずにあの戦術よりだけ撮ってタタっとやり続けていたところたまたまねチラッと見た時に「あれ ?55 万?」みたいなどういうことと思って見たら。 え相手が全員星5でですねこれバグじゃんと思ったらバグじゃなくて私の登録が間違っていたっていうねえそういう話でしたでそっからねもうあの急いでえリミテッドのチームじゃないチームに変えてえ戦ってねなんとかえーこう63位とかかな63位62位ぐらいでえ決勝トーナメントに出れたんですよねどうだったかな予選リーグの順位は61ですねいやーマジでそっからね頑張りました <laughs> <laughs> 本当に全部変えて <laughs> めちゃめちゃ丁寧にチーム組み直してね <laughs> あので決勝ためベスト16で敗退でございますさあ今回なんですけれども、まあ、簡単にねどう敗退したのかっていう試合を振り返りながら、まあ、ちょっと最近ね感じてしまったジュード・ベリンガムという存在の大きさをね、えー、ちょっと改めて皆さんにご説明したいなと思いますお相手の方がこちらのねオールウェイ SFC さんで まあ完璧なレアル・マドリッドゾメでしたね。クンティーまでいら、持ってらっしゃるっていうね。まあ、素晴らしい。で、右がジェームズにチアゴ・シューパー。まあ本当にトップオブトップのチームですね。ゴールキーパー・クルトワを間に合わせているっていうところもすごいなと思いました。本当に感動しました。いや、こういう方とやれるのはね、本当にありがたいところです。とはいえ、私も総合値は1万ぐらいしか変わらなくて、私の場合は、えっと、フランス・レアル、えー、チェルシーの 連合軍だったんですがやはりね、このレアル・マドリッドの人数っていうところでベルゴスケ監督の最大のポテンシャルを出されているっていうところとあとはやっぱね、最近痛感するんですが OMF の、まあ、バルベルデがベリンガムかっていうこの差は本当に大きいなと思いますね。てかバルベルデが弱いんじゃなくてベリンガムがやばすぎる。はいということで改めてね、最後試合見ていきましょう。 そのあとにねせっかくなんで報酬の星5チケを引いていきたいと思ってますいやーベリンガム強いよ本当にうーん真ん中ベリンガム左グティ右エムバペが止めれないんですよねさあ見ていきましょうさあクロースのジェントルフィードこれブルーがお相手ですねあとねジェームズいいね私リース・ジェームズバンディーラーなのでバンディーラーとして1体しか持ってないんですが やっぱね、貫突ジェムすぎなと思いました。さクンティー、さあ、クロス。やっぱね、ここら辺はまあまあ、できてるなと思います。戦えてるなと思いました。あの試合見ててやっぱり、そのそんなに、なんていうのかな、個々の部分で私の攻撃陣がああ、これあかんわってところは 正味そんななかったかなも思いますが、この今のね、グティのチェーントリブルからのチェーンパスとか、この M バペにタイガーショットをつけているとか、このスキル一つ一つの差っていうものが、まあちょっとこう、得られなかったね。ラウールのファイヤーショットとかもそうですけど、なんていうのかな。私がいつもおすすめのスキルで解説させていただいている、まあ最低限これはつけましょうねじゃなくて、最適解をつけてる。 坂つくで勝ちたいんだったら、このスキルつけようぜを、ちゃんとつけてらっしゃる。いやー、やっぱね、スキルの差大きいなと思いましたね。さあ、ここもね、クンティ素晴らしい。ただクロースデスパレートで後ろから取りつつなんですが、いや、グーティーもいいね。やっぱここら辺でね、スキルの差が徐々に出てきてるなとちょっと一回、ここもカミソリタックルですよ。すごくないですかリース・ジェームスにカミソリタックルつけてるのやばすぎでしょ。 そしてレザルトダックルね、やっぱゴールキーパーはレザルトだなと思いつつ、ちょっと一回試合を止めると今こんな感じなんです。相手のクンティやラウールみたいなフォワード陣はきちんと一定こちらの選手でも削れてるんですが、やっぱりスキルの差で、なんていうのかな、一段階全体的に私の選手の方がスタミナが減ってる。右がね、私のチームなんですけど、一段階やっぱ減っちゃってるんですよね。センターバックとか、まあ、ディフェンス陣、ブルーのところとか、ミッドフィルダーオレンジのところとか、やっぱね、 やっぱ一個上だなと、スキルの差でいけえなと。で、リアライズパスもねあ、途中でポンと出せるいや。ベリンガムとかね。さあ、バルベルデが頑張っていく。ここね、ここバックパスしなければまだワンチャンあったのかなとか思っちゃいますけど。あとやっぱここら辺だね。ここら辺。ラウールのアーティスティコシュートも決めたかった。いや、ここでね、やっぱね、ファイヤーショットをつけてないところがね。 私の、ね、勝ててなななかったとところろんだろうなと改めて思います前半だけ見ると一定支配してるしシュートも打ってるんですけどねいやちょっと決めれなかったっていうのが大きかったねでさあここ後半がでかいですやっぱり後半から、えー、右側私ですけど私コマンに変えってメッシュを入れていてキーマン特徴を発動させてます。 一方、お相手はデンベレですね。デンベレを投入されているというところで、お互いね、あの、ライトミッドフィルターの選手を交代、交代してのえ折り返しになります。さあ、こっからなんですけど、見てこのベリンガムのやばさ。やばいの、こいつ。なんかさ、ボールも本当に失わないんだよね。 今のとことか完全に取れただろうとか思っちゃうんですけど、ねベリンガムがね、やっぱキープしちゃうんだよね。さあ、ここはね、まさかのクロースのキーアップで奪われちゃうという悔しいところ、ここかもしょうがなかったかな、今のところはね。このクロースのキーアップおそらくあれですね、あの、二つまで付いてるやつかな。で、ここね、デンベレツーンだ。見てください、デンベレから逆サイドの えー、ロベカルに出してベリンガムに落としてベリンガムがロングシュートっていうやっぱねいいなと思いましたさあここもね打ちたかったさあ再びベリンガム真ん中でマジで君臨すんのリファイメントドリブルリアライズパスやばすぎるんだよなこれがちょっとねベリンガムね本当にいいなと思いましたなんか なんか今のところもそうなんだけど、この試合、ほぼほぼベリンガムのところでのボールロストがなくて、ね、で、チェーンとかショートパスをどんどんやるせいで、今後半30分なんですけど、もうね、もうやっぱね、ベリンガムやばいよな。フル出場してて、このスタミナですからね。意味がわからん。さあ、リカルト・カラバイルが抜けず、ここではい、決まりましたね。勝負が決まる2点目でした。 いやあ、悔しいですね。めちゃめちゃ悔しい。いやー素晴らしいですね。そこで、グッディがここに入ってくるの面白いよね。で、ここでちゃんとね、あのモードリッチが入ってくるっていうね。<laughs> まさかのモードリッチまで仕上げてきていらっしゃったっていうね。素晴らしいですね。さあ、フォファナのレザルとメッシュのフェイタルですが、ここは枠に飛ばずあ。ちょっとやっぱり一つ一つのね、あの、ここもね、ブリンゴン見てほしいんですけど、ここ。 やばくないなんでお前今ボール失わなかったんっていうね。さあ、グティーセイクリット。リマーカブル。いや、グティーのセイクリットもハマります、ね。高校のデンビルもやべえんだ。あーあーあああおかしいな。タックルしたんだけどな。っていうね。届かなかったんですよね。カルバールがね。軽々抜かれて3点目。はい。ってことでですね。まあ、素晴らしいチームでしたね。なんか私のこの80点のチームと95点のチームの差を まざまざと見せつけられたような。それ中盤のベリンガムの存在感は本当に大きいなと思いましたね。やっぱりあの、チェーンドリブルが発動すると、その分、あの、結局、 なんていうのかなそのあとタックルが下がってたりとかディフェンスのねタックルが下がったりだとかあの守備能力が一定時間下がっちゃうのでその場で決定的なプレーにならなくてもその後押し込まれちゃうんですよねいやー悔しかったってことでですねこの悔しさを、えー、取り戻すべくここでいい引きをしていきたいと思います待って8枚引いてこちょうどちょうど28枚っていう微妙な数だから。 いい数に押し付けましょうはいペドロですねペドロポロですねこれはいや強えわマジでいやー強かったそしてフリーディビジョンに間違えて行ってしまったことが何とも悔やまれる頑張って星4選手のレベル上げして最終戦途中まで星4頑張って使ってたのにやっちゃったねやっちゃいましたねおいいじゃないですかロメオ・ラビアですねラビアはいいスキル持ってた気がするうんいいねストラグル相手フォワード選手全員のドリブル特大弾は強いですね 最近なんかミッドフィルダーのドリブルがぶっ壊れてるから、なんかミッドフィルダーのドリブル下げないと止めれなかったりするんだけど、それこそベリンガムとかね。とはいえやっぱいいですよね。ちゃんとフォワードのドリブル下げられるとめちゃめちゃいいと思います。さあ、いや待ってくれもう、ジョバンニ・ロジェルソそろそろ外さんここから。<laughs> さあ行きましょう。次は。お、誰だろう。ルガニ来い。あ、ファフィアンシェアですね。ちょっと待って、なんかレビューしてくれってお,お願いが来た。 ディスルートマークか。マークパスカット特大アップ。アイドフォワードのスタミナショーダウン。まあまあ悪くないね。てか、チェントラーレなのめちゃめちゃ良くないね。サリバいらないじゃんね。さあ、素晴らしい。これは無課金の方に大歓喜なやつですね。ちゃんとこういうのもっと増やしてほしいですね。さあ、ラビア。チェルシーもなー、いいんすけどね、ラビアね。めちゃめちゃいいんだけどね。中央突破結構ガチャ引いちゃったんで。 なんかポゼの、ポゼの、なんか、優秀なプレスタの星5とか来てほしいな。<laughs> チェントラールじゃなくてさ、なんか、ポゼのね。お、デパイ。あれ、デパイ、今、無所属でしたっけウィムジーだったっけな。はい、ってことでですね、まあまあ、まあまあ、ラビアも来たし、いいんじゃないですかシェアも来たしね。 いいですね。シェア強くない ?13,400 で、チェントラーレで、マーク S まあ、そっか、対人がね、タックル B ー,バーカット B か、ちょっと守備不安ですが、まあ、チェントラーレっていうプレイスタイルがめちゃめちゃ貴重なんでね、全然ありかなと思います。まだ持ってない方はぜひね、シェア使って、チェントラーレが必要な、ユーロスターズのファメ組んでみてください。ということでですね、本日の動画はここまでにいたします。皆さん ここまでご視聴ありがとうございました。ぜひぜひね、皆様のリミテッドカップの結果もコメント欄でシェアしていただければ幸いです。ここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフに乗ってます。豆腐でした。バイバイ。